おはようございます、参議院候補、澤田栄一と申します。新党国盛り、新しい政党新党国盛りを立ち上げ、私たちは今回の参議院選挙を戦うことといたしました。なぜ我々が今参議院選挙を戦わなければならないのか。既成政党が全く政治を行っていない。例えば北海道の土地、北海道の土地は今もう外国資本にどれだけ買われてたかも、今の自由民主党政権に至っては把握をしていない。この現状の中で私たちはこの状況で国土を守れるのか、私たちのふるさとを守れるのかということで立ち上がったわけであります。私たちは4年前からこの場をお借りをし、毎週毎週街頭演説会を開催をいたしてきました。それはなぜか、この国が危ないからです。私たちの責任として子どもたち孫たちに真っ当な北海道、真っ当な日本を手渡さなければならない。それが今生きている大人たちの責任、責務であるということで、私たちは4年間訴えてきた。しかし今の自由民主党政権は全くこの土地規制をかけてこない。今はどこの国の、資本が入っていますか。ほとんど中国資本です。中国とはどういう国でしょうか。北海道新聞でも書いていますけれども、民族浄化をしている国なんです。その国が着々と北海道の土地を買い進めている。また尖閣には毎日のように領海侵犯、もう今や海警局の船が尖閣側に止まっている。この現状の中でこの日本の安全保障を含め大丈夫なんでしょうか。私たちは子どもの未来を守るために、これはもう立ち上がらざるを得ないということで立ち上がったわけであります。今北海道が大変な状況にある。そしてインフラも壊されている、はい、インフラが壊されている。この現状の中で、そして一番はやはり北海道の土地です。私たちのふるさとの土地がどれだけ買われているか分からない。この状況の中で何も手を打ってこないんです。去年一本の規制法案が通りました。そのような中でこの北海道の土地を守るために立ち上がった。北海道の土地は我々の先人たちが血と汗と涙で切り開いてきた土地です。その土地を今中国資本がどん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 買い進めている。そして北海道新聞でさえ、中国は民族浄化をしている、そのような国が北海道の土地を買い進めているんです。これに関して全く政治から声が上がってこない。私たちはもう4年前から訴えてきました。本当にこのままで北海道を守れるんですか。その中でも全く、政策として打ってこない。まあ去年一本の法案が通りました。しかしその法案では全く骨抜き状態であるということであります。私たちは北海道を守るため、また日本を守るために立ち上がったわけであります。私たちはまず第一に国防をなくして、安全保障をなくして、そしてこの国を守らなくして、どうして子どもたちに未来があるんだということを訴えてまいりました。子どもたちの未来、また孫たちの未来を私たちが背負ってしっかりとした北海道を手渡さなければならない。もう一点、北海道の歴史がどんどん改ざんされている。アイヌの方々が先住民だという話、私たちは納得していません。先住民なんでしょうか。これ学問的にきちっと話してください。先住民定義をしっかりしてくださいということを訴えている。このような中でどん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 北海道の歴史が改ざんされる。北海道の開拓の歴史を今や侵略の歴史とまで言い出している。この現状の中で私たちはもう立ち上がらざるを得ない。北海道の歴史を壊し、北海道の我々のふるさとの土地を奪われ、このような中で私たちは黙って見過ごすわけにはいかないということで新党国盛りを立ち上げたわけであります。このような中、新党国盛り、この国、また北海道を守るためにどんどん戦ってまいります。この北海道のふるさとの土地、それから日本を守る、これが我々の大きなテーマなんです。このような形の中で、まだまだ小さい政党ではありますが、我々の仲間が今全国から立ち上がります。北は北海道、私をはじめとして南は沖縄まで我々の仲間が一斉に今立ち上がろうとしています。新党国盛り、皆様方の大きなご支持ご支援をいただき、大きな政党にしていただきたい。まだまだ小さいその政党ではありますが、正論をしっかり述べてまいります。そして国を守るため、国土を守るために戦っていく、この覚悟で私たちは立ち上がったわけであります。
全国比例には本間7、我々の代表である本間7が立っております。また北海道選挙区は私沢田一、新党国盛北海道代表私が戦います。いろいろなところでこの18日間皆様方にお訴えをさせていただきます。本当に大変な状況、この北海道の状況を皆様方と共有し、何としてでも北海道、日本を守る、そして子どもたちにまっとうな北海道を手渡し、ふるさとを手渡し、日本を手渡すということを私たちは大きな公約として挙げ、戦ってまいります。皆様方には今後ともご支援、ご支持、よろしくお願い申し上げます。